回はね、俺ね、楽なお題がいいな、俺な。今回ゆっくりと弾きましょうね。さあ、ということで今回のお題はこちらでございますよ、ということで。次回もお楽しみに。はい、ということでどうも、こじまさんですけども。今回、暗記モードというテーマで、ね、曲を作るということになりまして、だから暗記も暗記もって暗号じゃないですか。だからいわゆる深海魚なんですよ、ね、深海魚ってことは地下に潜ってこうグロテスクみたいな、恐ろしいっつうのもないかな。コンビニでね、売ってるんだよね、そのカンカンに入ってるあの暗記もね、あれをね買って食って、いや、もともとね、僕はあのアンキも好きなんですよ。美味しいなーって曲を、だからな、何そのそれは美味なりみたいな、ザ・美味、そういう曲を作ろうかなと思ったんですけど、2缶ぐらい食っちゃったんだけど、まああれ大量に食うもんじゃないじゃないですかね、ちびちび食うもんじゃないですか、酒のつまみにね。そこでほら、結局俺は好きなの、でも みんな好きでしょっていう風に膨れないじゃん。万人受けする食い物じゃないんだよ、あれ万人受けする食い物じゃねえんだよって言い切ったけどさ、今ごめんなさいね、あの漁業関係の人ね、僕は好きですから。あ、そっか、好きな人もおるけど嫌いな人もおると。万人受けをしないでも美味しい、万人受けしなくてもうまいんだよ、万人受けしなくていいっていう、そんな感じの曲にしてみようと思います。ということで、あの今回作りました暗記もぜひとも聴いてみてください。あの多分いい曲だと思います。あと最近髪の毛
なくたっていいよ。一人一人十人十色だから自問自答し地点抜刀は繰り返していたいだって、それが個性だから万人受けしなくたっていいよ。好きと嫌いに混じる世界さ、全人類に受け入れられるようなものはきっとどこにもないはずさ、きっとそれらいいはずさ。分かんないですよ今日誰なんか、あ、ごめんね、ありがとう、はいはいはい、あ、結構入ってるね結構入ってますね。ね、あの僕が無理くりね、やってもらっちゃったんですけどもね、ちょっと弾かせていただいてもいいですかね。じゃあちょっと振ります、誰か。じゃあちょっと思いっきり振って、はい。ちなみに今日入れましたって人いますか。あ、そうなんですよ、皆さんにお声掛けさせていただいたんですよ。じゃあちょっとね、いいですか、もういいよもういいよ、その箱壊れてんだじゃあちょっとね、明日じゃない、来週の日曜日上がる曲ちょっと選ばせていただきたいと思います。じゃあね、下の方にあるやつ弾きましょうかね。じゃあこれ弾きます。ということで今回のお題は厚見さんからいただきました。ATA って何、 ATA って何、まず、あ、ATM ね。はい、ということで次は来週は ATM で曲を作りますということで、ぜひとも動画を見てください。